じゃあ、お願いします。お願いします。まずは、岩田戦の振り返りをしてもらいたいんですけど、はい。どうでしたか？まあ、個人的にギラバンツに来て、まあ、初スタメンで使ってもらって、まあ、少し、まあ、ちょっと緊張は少しあったんですけど、まあ、自分の持ち味を出すためも多かったとは思うし、まあ、あとは、まあ、結果がついてこなかったのが少し残念ですけど、まあ、プラスに捉えて一歩、まあ、個人的には前進できたかなっていう思いはあ今おっしゃったように、まあ、小野田選手にとって2年目で初めてのスタメン、いろんな思いがあった中で迎えたと思うんですけど、試合前どういった意識を持って、臨みましたか？と、まあ、外から見てたりとか、まあ、ベンチから見てた自分の、まあ、例えば、仕掛けていくとこだったりとか、裏を取るとこだったりとか、まあ、シュートはまあ打ててないんですけど、まあ、そういうシュートを打つ姿勢とか、そういうゴール前の姿勢とかを、まあ、どんどん出したいなっていう気持ちでいました。まあ、試合見てて、そういった部分、立ち上がりから背後に何度も抜け出して、まあ、攻撃の起点になっていたり、まあ、ドリブルの仕掛けもあったし、スルーパスという、いろんないい場面が出たと思うんですけど、どうでした？まあ、最初緊張感があったと言ってましたけど、徐々にこうう、落ん、ち着いてきた感じはあったんですか？そうですね。やっぱり、背後に抜け出して、まあ、PK を取ることはできなかったんですけど、まあ、ああいうプレーがあって、少しずつ自分の中でも、なんか馴染んできた感じがあって、まあ、その中で、何本か、まあ、サイドでコンビネーションとか、まあ、そういうスルーパスとかができたので、まあ、なんていうんですかね、時間とともに、いいプレーはできたかなとは思います。チームとしても、ここ最近の中では、非常にこう、攻撃のバリエーションというか、そういうのも多かったと思うんですけど、どうでしたか？そうですね。やっぱり中に入ってみても、まあ距離感がいいときはやっぱりパスも回って、まあ攻撃のそのバリエーションが増えていたと思うので、やっぱり、まあ今節、まあジュビロ戦は、まあ、少しもったいなかったなっていう気持ちはあります。結果、2対0と、いう結果になりましたけど、ジュビロと、どういったところに、こう、差を感じましたか？まあ、やっぱり決定力の差だったりとか、やっぱ最後の、まあ、球際のところとか、やっぱそうですね。あとは試合を読む力だったりがちょっと向こうの上だったのかなっては思います。小野沢選手は2年目なんですけど、まあ去年一緒にプレーしてて、で、今年は僕は外から見てて、キャンプの時から非常にこう、動きがいいなと思って見てたし、今年にこう、かける思いというか、そういうのがすごい伝わってきてたんですけど、今年にこう、かける思いだったり、なんか去年と比べて意識したこととかあったりするんですか？やっぱり去年、まあ、思うように試合に絡めず、まあ、出たとしても、まあ、個人的にやっぱ納得のいくプレーができてなかったりとかして、まあ、結構悔しいシーズンではあったので、まあ、今年はやっぱり、なんていうんですかね、自分の持ち味を、まあ、もっと出せるように、練習から意識して取り組んでいるところ。アシストも、今年は記録してますし、まあ、初スタメンも岩田戦、できましたけど、今のところのこう、出来というか、自分の評価をするなら、どうですか？そうですね。やっぱ、まだアシスト1位と、まあ、スタメン、まあ1回しか出てないですけど、まあ去年に比べたら、まあ少しずつですけど、自分の中でも、まあできることが増えたりとか、まあそういう自信という面では、ちょっとずつですけど、ついてきてると思うので、去年よりは、まあだんだんいい方向に行けてる。チームとしてはどういうふうに見てますか？今の、まあ、順位。まあ、去年は、いい順位で終わってますけど、今年、まあ、スタートからちょっと苦しんでいる中で、どう見てますか？まあでも、そんなに崩れて負けてる試合とかもないと思いますし、
まあその今節も、まあもったいない負け方だったりとか、やっぱその最後のちょっとした、なんていうんですかね、競り負けとか、引き分けとか多いので、まあ、やっぱ一回流れに乗ったら、まあどんどんいい方向には進むと思ってるんで、まあでも雰囲気とかも別に悪くないし、全然大丈夫だと。小野田選手個人的には今後、どういうようなプレイヤーになりたいとか、まあ目標とかはありますか？そうですね。やっぱり、まずはスタメンでどんどん使ってもらえるように、まあ自分のそういうハードワークの面とか、まあそういう前への推進力、そういう、なんていうんですかね。自分の持ち味をもうどんどん出していきたいですし、まあもっと結果とかにもこだわって、まあ相手から、まあ怖い選手になれるようなプレーをしたいです。早くサポーターの方たちもそうだと思いますし、まあ僕もゴール見たいんですけど、うん、まあ練習終わりによくシュート練習もしてますし、そういった場面を早く見たいんですけど、やはり持ち味はドリブルのとこですか？個人的にはどう思います？まあ、ゴール前、そうですね。やっぱ仕掛けていくとことかはやっぱり自分の持ち味だと思うので、そこはまあどんどん出していきたいなと。よく見る、イメージしている選手だったりはいたりするんですか？僕、小さい時からイニエスタ好きで、はい、今日本にいますけど、やっぱり、ああいう細かいとこでも、自分で抜けていったりとか、うんうん、仲間使いながら抜けていったり、うん、まあゴールもアシストも両方できる、そういう選手なので、そういうとこは、よく試合を見ますし、見習ってます。何かこう、試合前に、ルーティンというか、そういう動画を見たりとかはしたりしてるんですか？ああ、一応なんていうんですか、J1、J2、J3 ってゴール集あるじゃない、ゴール集、前節の。はいはいはい、あれは、ちょっとゴールを見て、ちょっと自分の中にイメージとか、そういうアイディアを持てるように、はいはい、毎回ちょっと移動の時に見るようにはしてます。まあ、本当早くゴールが見たいな、頑張ってほしいなと思うんですけど。まあ、次節の琉球戦に向けて、サポーターの皆さんに一言お願いします。前節は、ジュビロ戦負けましたけど、また琉球戦に勝って、どんどん順位を上げていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。